ブレーキフルードを交換する。ついでにクラッチフルードも。まずフルードが垂れて周囲を汚さないよう布等で囲む。ブレーキフルードは塗装を傷めるので慎重に。今回ブレーキブリーダーというキットを使う。ブリーダーキャップを外す。こいつを取ります。メガネレンチをセット。ここから汚れたフルードを排出するためチューブを取り付ける。セット完了。でこれをバルブを緩める。で出すのみ、汚れたフルードはチューブを通り、ここら辺のケーブルタンクにたまる仕組み。ブレーキペダルを踏んで排出。スイフトスポーツの場合、5回踏んだらリザーバータンクに継ぎ足し、新品のフルードに変わるまで繰り返すと良い。減ったら継ぎ足し、これを4箇所。リザーバータンクから離れた間が長いところからやる。翌日クラッチフルードも交換。ブレーキフルードと共通で使われている。配管に異常がないか確認。これはどけよう。ここにブリーダープラグがある。キャップを外しチューブをつける。ワネの留め具を押し込み、開いたら配管が手前に引き出せる。準備完了。クラッチペダルを5回ほど踏み込む。見えづらいけどフルードが通過していく。綺麗になったら完了。クラッチペダルは踏んだまま、配管を押し込み、バネを戻す。フルードが漏れないようチューブを外す。念のため拭く。垂れてしまったら
フルードは水溶性なので水洗いが良い。いいよ。キャップを閉めて完了。冷却水のリザーバータンクを戻す。クルードの継ぎ足しは動画に収め忘れた。すみません。必ずリザーバータンクは満たした状態で作業する。配管に空気が入ったら抜くこと。網をつけて蓋を閉める。ここまでの作業は構造がわからない人は真似しないように。古いフルードは使い古しのペットボトルに入れると良い。これはかなり汚れていますね。2年に1回の交換を推奨する。これでも山道走行で異常は感じないけど、フルードの性能は高く維持したい。汚れると沸点が低くなる。ベーパーロックしやすくなる。今回はドット 5.1 を入れてみた。ディクセルのブレーキパッドに合わせてみた。ブレーキパッドの動画は別の機会に2月中旬の予定。ちなみにブレーキパッド自体は12月に交換しています。編集スピードが遅いので時系列がめちゃくちゃですが、整理させていただくと、ライト交換、ブレーキパッド交換2月中旬の予定、サーキット2月の頭を予定、ブレーキフルード交換、クラッチフルード交換となっています。それではまた別の動画で。